2022年9月11日サトシウチライブでございます。あのねテロが起きた夜から21年と、日本時間での夜から21年ということですけれどもね、一応は朗報ということで、玉城デニー知事のね、当選確実と、オール沖縄ですよね、いわゆるオール沖縄共産社民ね、社会大衆推薦のね、玉城デニー知事、当確ということで、本当に良かったなと思ってます。沖縄の場合に実は立憲民主党ってね、小選挙区で、2つともね落としてるんですよね。去年の衆議院選挙で共産と社民だけ通ってるっていう、特殊な、地域事情もありますけどね。それから今年の参議院選挙ではね、ギリギリ、玉城知事が応援する候補が勝ったっていうのもありますけどもね、玉城さんもちょっとね、ゼレンスキーですとかね、なんか失言もあったりしてね、ちょっとヒヤッとしましたけれどもね、子供の貧困の問題なんかにもね、取り組んでね、やっぱりね、沖縄なんかもね、非常に、貧困ね、格差の問題、非常に深刻というところでね、そこにもしっかりとね、取り組まれたと。いうことはね、そういうのが評価はされてるのかなというのは思うし、それも保守分裂ですよね。下地さんってね、昔維新にいらっしゃったね、保守系の方がね、立候補されましてね、急にね、それで保守票がね、割れたっていうのがね、良かったのかなと思います。あんまりこの下地さんってね、実は評判良くないんですよね。で、大昔ね、下地さんがね、革新系にね、乗っかった時はね、逆にね、下地さんの票は入るんだけどね、そこからまたね、革新系の元々だった人が、票が、減ってね、結局その革新系の人がね、落ちるっていうね、ことも、糸数さんだ、恵子さんですね、あの時の、知事選挙。そういうこともね、2006年にあったりしてね、ちょっとね、残念な結果だったっていうのがね、ありましたけれどもね、とにかくね、旧統一教会ね、ズブズブだったね、自民公明新人の佐喜眞さんにはね、本当に厳しいで心配になったのかなと思います。ここでね、佐喜眞さんが万が一勝つようなことがあったらね、統一教会の問題何だったんやって話ですよね。やっぱりいけませんよ、統一教会。ね、これ反社会的なね、団体にね、ズブズブとね、選挙の応援もらったりとかね、こういうことがね、やっぱりいけません。で、それで、やっぱりね、何々先生と、ついて、と一緒にやってますってことで、広告塔になっちゃってね、それで、騙されるっていうね、人も出てくるわけでね。自己新人っていうかね、前期の前市長ね、井上市長ね、厳しい、審判というか、そういう形になりましたね。統一教会ズブズブだった方にはね、本当にやっぱり統一教会の問題、もう本当俺はね、やっぱりしっかりね、断ち切っていくと。こういう反社会的な団体にね、やっぱりその広告塔にね、やっぱり政治家になっちゃいけない。選挙の応援もらったらね、この人を推薦しましたってことで宣伝するわけですよ。ね。結局ね、やっぱりね、あと統一教会の問題で非常に大きいのは、やっぱりその親がね、統一教会だった人がもうね、子供がもうね、すごい悲惨になると。ね。山上容疑者みたいに悲惨になるということですよ。やっぱりそういうところね。で、あれですよね。親が統一教会に行ってもね、
だったとしてもね、じゃあ子供はね、じゃあ例えばね、安く家を借りれるとか、安くとかね、ただで家を借りれるとかね、うん、そういうことであればね、またね、早くね、親からね、そういう、ね、逃げるってこともね、できるんだけど、やっぱりそういう政策はやっぱりね、この日本では取ってこなかったしね、やっぱり、ね、家庭が大事、家庭が大事ってことでね、まあその個人を大事にするようなね、まあ政策をね、取ってこなかったね、やっぱりその、なんていうかな、安倍晋三さん、うん、やっぱりその罪は非常にね、重いというかね、まあそういう状況もありますよね。うん、まあ、でもその結果やっぱり山上容疑者がね、追い詰められてああいう事件につながるというのもね、非常に歴史の皮肉だったと思うけれども、うん、まあね、これをきっかけにね、統一教会が、ね、断ち切るということとやっぱりね、まあ、個人個人をね、やっぱりね、大事にしていくっていうかな。親が統一教会でね、あってもね、まあ、苦しまないでよくするようなね、日本にしていくっていうかな。そういうことがやっぱりね、大事なのかなとね。まあ、これは、沖縄だけじゃなくてね、まあ、広島でもね、言えることだと思います。どこでも言えることです。で、基地の問題ですけどね、うん、まあ、辺野古ね、もうあそこ、マヨネーズ岩盤でね、もう絶対にもう、工事いくらやってもね、なんか、できそうもないですよね。ね、辺野古の基地ね。うん、いくら土砂投入してもズボズボってね、いっちゃうようなところですね。うん、まあほんとね、うん、いろんな中でやっぱりね、考えていくっていうことかな。あとでもね、辺野古よりやっぱ俺問題だと思うのはね、うん、ちょっとね、やっぱり、先島諸島にね、やっぱり自衛隊、要塞化していくっていうかな。でも、かえってこういうのがね、緊張を高めていくっていうところもね、あるわけでね、やっぱこれし、ね、うん。軍備拡張すればね、向こうもやっぱりね、警戒をしてね、やっぱり緊張が高まるっていう部分もあるわけでね、うん、まあそういうところとかね、やっぱりね、もうちょっとね、これはやっぱりね、国政の方がね、ちゃんとね、平和外交やってもらわないと困りますよね、うん、まあ、一番最悪なのがやっぱりね、ロシアと中国はね、まあ合体みたいにしちゃってね、なってくるっていうのが一番ね、うん、まあ、経済的にもね、やっぱりまずい構造ですよね。あるいはロシア、中国、インドあたりね。うん、まあ、ロシアの安い資源をね、まあ、中国やインドがね、利用してねっていう構造ね。うん、まあ、そういうところになってくるとね、まあ、非常に日本もね、苦しくなってくるですね。まあ、それ軍事だけじゃなくて経済もね、うん。やっぱりその、もうちょっとね、うん、なんていうかな。そこら辺もね、うまくね、やっていかないとね、いけんのかなというふうにね、思います。まあね、国内のね、地方自治の選挙としてはね、まあきっちりね、統一教会ね、ズブズブだった人がね、落っこってね、それでまあ、まあ着実にね、子供の貧困とかに取り組んでこられたね、玉木さん当選というのはね、とらえずに良、かったのかなというのね、思っています。ね、またそのね、先島諸島のね、への自衛隊配備とかね、そういう問題についてはまたね、で、やっぱりこれ国策としてやっぱりね、これやっぱり緊張やね、緩和していく外交をね、やっていくっていうのが大事だと思いますね。うん、まあ、ちょっとね、まだ開票の方がね、あんまりね、出ていないんで、あれなんですけれども、まあよろしくね、またね、また、ね、詳細の分析またね、明日の朝ね、全部出てからね、またね、していけばいいのかなと思ってます。それでは皆さんね、お疲れ様でございました。おやすみなさいませ。